こんなに壁にぶつかったのなかったので、変に考えすぎなく、うん、すごく客観的に考えれるようになったかなと、うん、投げれない時期に、まあ、そのフォーム的なのを直すためのトレーニングだったりっていうのも、やっぱその、まあ、スピードボールで、うん、まあ、藤川球児さんみたいに、今はまだ怪我で、実戦から離れている状況ですけど、まあ、もうすぐ復帰して、じゃあ約1軍のマウンドで投げれるよう、努力して頑張っていくので、応援の方よろしくお願いします。フォームってどの辺を、もうとりあえず、なんていうんですかね、コンパクトに、ちっちゃく、うん、極端に言ったら、まあ、野手投げみたいな、うん、